柴田サイルです。今からマハロハさんの取材に伺います。行ってきます。綺麗なお店ですね。柴田サイルです。取材させていただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。 ありがとうございます。マハロハさんに取材させていただいております。オーナーの関谷さんです。よろしくお願いします。関谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こう店内を見渡すとアジアンテイストというか、こう海外の雰囲気な、お店の雰囲気が出てるなと感じたんですけれども。そうですね、バリのイメージにして、はい、まあ、リゾートに来れるような、はい、日本でも味わえるようなそんなお店作っていました。あ、いいですね。なんかこう先ほどからいい香りがするなと思っているんですけども、この匂いっていうのはお香か何か炊いているんでしょうか。そう、アロマを出していたりとか、はい、いろいろやってますね。このアロマとかにもやっぱりオーナーの関谷さんのこだわりとか。そうです、好きな匂いだったりとか、はい、あとシャンプー剤にもアロマが含まれているんで、なるべくリラックスできるように。シャンプーをされてる時にこういい匂いがするっていうのはすごいリラックスできますね。そうですね、匂いは嗅覚はとてもリラックスできるんで。あ、なるほど。まあ、こうシャンプー、お店の雰囲気とシャンプーと匂いと、こういろいろなこだわりがあると思うんですけれども、はい、こうお店に来ていただいた方にこう一番最初にこうお店のこだわりを提供できるというのはどういったところを。そう、薬剤にはハーブを配合させて、はい、なるべくダメージを少なくさせて、はい、あ、シャンプーだけじゃなくて。そうですね、カラー剤とかにも。薬剤にもハーブを。はあ、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。何かこう柴田スタイルを見ている方にメッセージがあれば一言いただければと思うんですけれども。はい、ぜひお店に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ詳しい、お店の雰囲気をこれからお伝えできればと思います。それでは当店ご自慢のシャンプー室にご案内します。ありがとうございます。こちらになっておりますね。綺麗ですね。はい、個室風になっておりまして、壁紙なんかも編んであって、ちょっとこだわりがあります、ね、あ、これ編んで、あ、本当だ。はい、ちょっと触ってもらうとザラザラすると思うんですけれども。あ、これはいいですね。はい、あとこちらのランプはココナッツの皮でできていて、ちょっと雰囲気が、はい、あ、いいですね。バリっぽいですね。そうですね、バリから直輸入して仕入れてるんですね。そうですね。へー。とシャンプー剤なんかもアロマの香りとハーブのエキスが配合されているので、お客様一人一人の髪質に合わせてチョイスしてやっておりますので。シャンプーも同じものじゃなくて、お客様に合わせて使ってくれるんですか。そうですね、一人一人トリートメントとシャンプーそれぞれ組み合わせて使っております。へー、すごくいいシャンプールームですね。そうですね。はい、あと何かおすすめの。おすすめですか。そうですね、はい、一応正面方が明るさが変えられるようになっております。あ、雰囲気がすごくいいのはそのせいなんですね。はい、ちょっと明
るいとこのぐらいになって徐々に暗くしていくと、あ、落ち着けますね。はい、落ちますね。あ、ありがとうございます。ぜひ皆さんアハロハさんのシャンプールーム体験してみてください。2、1。バスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、マハロハです。こちらは店長の関谷です。よろしくお願いします。こちらはスタイリストの石原です。よろしくお願いします。で、私はスタイリストの伊藤です。よろしくお願いします。スタッフ一同心よりお客様のご来店お待ちしております